夕方になりました。夕方になりましたって言ったんですか。何ですか今日は。じゃあ本日はね、春分の日ということでございましてね、はい、祝日に特別版大好評半年に一度の未公開集&大反省会をお送りいたします。チラチラ勘弁みんなや。なんで俺が読むねん。ほんで橋本って書いてるやろ。ほんでどっちでもいいですよ。銀シャリとスタッフの戦い、別名公開裁判。いやでも最近冷静に考えたらそろそろやでってなってきたで、だんだん。いやそれいらんで、ね、そりゃっていう。ナビゲーターの指示のもと静岡を旅している銀シャリのお二人。しかしさまざまな理由でどうしても放送されなかった部分が存在します。今回はそんな未公開部分にスポットを当て、だいたいここ半年間の未公開映像とともにその理由を明らかにし、銀シャリへ反省と改善を促します。題して未公開集&大反省会スペシャル。まずは去年の10月4日放送、大自然を満喫中伊豆の旅から。ああれね、あ、ブドウ園行きましたね。うん、ブドウ園。馬乗ったやつや。馬乗ったね。あ、チーズうまかったわ。買って帰ろうかな、また。これや、手作りブランコや。で、手作りブランコの危ない、ちょっとおもろいなみたいなの使ってくれてた。うん。静岡危ないことする、ほら、ちゃんとあるやん。うん。で、肉めっちゃうまかったやん、これの。完璧だ、俺、文句ないっすよ、これは。その回からなんと、お下品だった未公開集だそうでございます。そんなこと言うてるかいな。お下品なこと、上品でおなじみやのに。お下品じゃないでおなじみやのな。何これ、これなんすか。ここでお下品ある。ブランコや。いやめっちゃ怖いね。大丈夫な上、ほんまに大丈夫。ここでお下品。うわうわ、絶対言わん。保険入って、保険入ってます。今音声さん拾いました。ここでびっくりしました。僕乗ろうとしたらブー言って、お前猫ってあるよ。あ、お前よ、お前今俺危なかった。今それでこうグラってなったんやから俺。まだあかん。いやめっちゃ怖いな。大丈夫な上、ほんまに。いや、ないよ。キー太いの大丈夫。ほら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 。保険入ってます。ちゃんと動いてるな。保険入ってます。これでよろけてんねん。今音声さ、思い出した。俺もちょうど栄太さんのうなぎちょうどええわ思って、俺もここら辺で拾ってるから。それはもなしやん。拾っててください、マジ。今のは拾っててほしいな。バー言うて、いや、そう、いや、音声さんにそれ言っても無理。これ俺使うのよ、俺の仕事ちゃうねん別に。あんなのはもう雑談の一環で準備するまで時間かかるやろなと思って。別にそこはないとこやと思ってる。俺はだからスタッフさんを笑かしながら仕事したやん。いや俺は一服の清涼剤というかね。そう、カットの理由。はい、いや理由はもうこれちょっとお願いしますよ。夕飯時なので放送にそぐわないと思ったから、うん、まあそれはそうでしょ、はい、音が小さくてこもっていたので絶妙に笑えなかった。いや笑ってたよ。じゃあそれ言ったよ。言ったから判明したんや。俺もそのヘのコントロールまで無理。これは僕関係です、無実です。夕方これ応援してるし。さあ続いて去年の10月25日放送、移住夫婦がナビした修善寺から。あ、野菜タンメンめっちゃうまかったこれ。野菜パンの方はね、やってるこれね。これも何が、あ、これ、これはね、もううなぎがまあポンコツだった回です。ああ、もう滑り倒してたんです。これ旅館ね、だからこうパンツ履いて、これ結構頑張ったはずやね。そう、これを使ってくれてるな。おう、パンツ履いて最後俺多分ティーバッグで終わったはずやね。食い込まないパンツって言って俺自分で食い込ましてんね、あれ。そこも使ってくれてたよ。使ってくれてんね。どうにもならなかった巫女が、あ、やばいな。いや、やばいな。いや、これ俺やな。絶対俺やな。ちょっと見てみ、いや、これは覚えてる。だって思い出すぐらいやばかったと思う。見てほしないな。一番ちゃうか。VTR 振りお願いします。ちょっと、ここだけはチャンネル変えて大丈夫です。どうぞ。変えといてください。それは修善寺の老舗旅館、菊屋さんにできた別邸水の語り部でのこと。素敵なところ。こちらの水は何と語りかけて。それ前やったからね。振りがあったあったあった。やりますかそれ。さっきの見て。あ、なるほど。あ、何言ってる。もうやむ。いや、もう一人は。放送ではこんな感じだったんですが。放送ではこれ。この後、これはどうにもならなかったことが。
風呂の声、風呂の声。風呂の声いけんの？風呂の水の声の方がなんか言うてたりしたから。ちょっと、ちょっと一回。風呂の声はな、めっちゃ聞いてるよ。あかんで。え？違う。風呂の声は聞いたよ。風呂の声は、ね。あ、ちょっと違うぞ。風呂の声聞いてきたからさ。違ったよ。何してんの？え？何が？どういうの？あ、ちょっと疲れたけど、こっちは。俺がこっちが分からなかったし。で、垂れるし、迷惑かかるし。最低です。今は分かったもん、俺も。思いのか疲れすぎて。こんなにボトボト落ちてたら分からへん。で、ちょっと濡れるし、ごめんなさい。部屋に、迷惑かかるし。だから濡れてるっていう感じが一番変かなと思ったけど。ごめん、ほんまにごめん。うん。めっちゃ濡れてるよ。もう帰る。めちゃくちゃ滑った。今見てるのちょっと怖いな。もう怖かったね。怖い。めっちゃ怖かったよ。ほんまに怖い。もう絶望。さっきが怖い。違うスタッフさんかなと思うぐらい。何言ってんの？スタッフさん変わったのかな？いや、俺も怖かったもん。怖かった、怖かった。はい、俺まだ立ち直られんもん。はい。いや、もう全部ないから。ないから大丈夫。でも記憶は消えてる。気づいてるよ。みんな。今見てもやっぱ心臓痛い。自分で言うのないけど、うん、相方に対してめちゃめちゃ滑ってたなんてあんま言わんやん。言わん。俺これ一撃で俺やめさすもん、この人。俺が P やったらこいつ誰やこいつめちゃくちゃおもんないやんけ。ちょっと待ってください。この一撃見せたらあかんで。未公開集の、まあ、未公開にできないですか。そのここも俺ここも切ってほしいもん。これは俺もうほんまやばい。あ、理由ね、うん、理由も何もね、あまりにも滑っていて編集ではどうにもできなかった。今回は本人がそのシーンを見ながら反論するという状況なら、うん、ひょっとしたら面白くなるかもと思いオンエアに踏み切った。何かこう弁解の余地を与えていただいて。いや、こんなもん弁解なんかあるかいな。めちゃくちゃ滑っとるやない。こんなん弁解する方が頭おかしいよ、これ。すいません、相方として正式に謝罪させていただきます。相方がとんでもない滑りをいたしました。本当に大変申し訳ございません。申し訳ございませんでした。いやこういうのもありました。普段はね、本当面白いやつなんですよ。やめよ、なんかそういうの。普段は面白いやつなんです。これは本当にやめよ、ほんまに。チャンピオンですから、M1 の。そうです。皆さん。チャンピオンです。そういう日もあるなって。はいはい。続いてコメンテーター、河合さんがナビしたオクシスの旅からこちら。ええ、河合さんや。河合さんや。河合さんどこ行った？やっば、河合さんか。ウイスキーやったっけ？ウイスキー美味しかった。ウイスキーの失礼なことはないと思う。ヒゲはめっちゃ受けてくれてた。そうやね。俺までヒゲやったから。そう。だ結果的にお腹痛いって言ってくれて、もうめちゃくちゃ笑っていただいて。失礼じゃないと思うねんな。失礼すぎてうなぎを守るためにカットしてくれてたところを今日は。意味が分かる。だからそれ一緒やんか、その流してるからさ。意味が分かる。どういうことなんやこれ。それは河合さんがナビゲーターとして登場した場面で。あれだ、はい、止めて、止めて。じゃあ何、はい、銀シャリさん、こんにちは。はい、誰がおかんの。何や。静岡関係やんな。応援してる。そら、してる。初回。河合さんや。河合さん。もうこれで、あ、そうや、そうやって言っとけば。放送ではこんな感じだったんですが、実は、河合さんにたどり着くまでにとんでもない時間を要していたんですよ。まだまだ。そうだったんです。ここで終わっときゃいけない。マジで、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 ちょっと待って、これ分からん、失礼、俺めっちゃ失礼。失礼。おう、マジでやばいな、ほんまに。いや、でやめてやめて、ほんまやめて。いや、じゃあね、こういうのやめてやめて、ほんまやめて。これはもう、ほんまにもう、え、お会いしてるってこと？やばいっすね、こいつ。マジか。え、スタイリストさん？違う、って何やんな、これ。やばいな。ね、だから本当にいかに僕がミスの人丸ごと愛しててこいつがあんまり見てないのが分かるでしょ、皆さん。うすいさんとかのそんな系統じゃなくてってこと？違う、アナウンサーさんじゃない。だからオクシスとかの。なるほど、その評論家的な感じの。評論家っていうけど、まあまあスタジオにいらっしゃるよ。やばいな、とりあえず。で、聞いてんねん。やめよ。やめよじゃないよ。その全部見てからその話しようよ。これから多分会うんやろ、最後。めちゃくちゃ、やっぱ俺怒りがある。これをスタジオで見てるかもしれないやろ。だいぶ長いもん。まずこれほんまに言うて。オンエアほんまに見てる。登録見てる。うん。で、ただ見たり見なかったりしてる。これや。見てたら修善寺であんな滑らんと思うねんな。いや、それもうやめてくれ、ほんまに。見てても滑んの、あれ。ちょっとカット理由を。うん。
かおりさんを思い出すまでの時間がね大幅に短くなっていた理由、はい、そもそもうなぎさんがかおりさんを知らなかったのでいくらヒントを出しても正解に近づかなかったから、うん、うなぎさんがオンエア見てないのくだりはもう十分いただいたので次回からもうなくて大丈夫じゃあ見ます最後まであの見ますだから最初から最後まで俺ほんまオンエア見てなくて滑るやつは俺 P やったら切るけどないやちょっと待ってくれいやそれさあ続いて今年を楽しむための旅からは想定外だった未公開いやこれめっちゃ最近ですよ ET のやつスノボして、うん、まあスノボのグダグダちゃうやっぱトライヤの俺変な食い方したとこはオンエアなってるのかななんか銀紙ごと言ったの気にすんないけどな俺そうあったんちゃうかなあったかそれは VTR 振り頼ますよおう VTR 発射このもうそこ邪魔いスノボキワキワ来てたあれあったかなどうやんねやったかな、うん、なんか手間取ってたやつかなこうやってなんかこんな寝転がってつけてなかったつけ方かつけ方やろな座ってたっけいやいや座ってなんかこう立ててたなんかこうやってなんかこう入れたらええやろ違うかおいいや違う違う違う逆やえもうそんなパニーすなお前逆あ逆なあパニーすなこれが後ろかそうやもうやめようかないやいやあかんってあかんってここで苦戦してたあかんってマジでだってこれもうやってなさすぎていやちゃうねほんまに体が硬いから乗ってるけどなそうこれつけるだけでもうこれで無理やなうなぎあこのギャッギャッギャッこれ別に勝ってええやんな、うん、それはあれこれギャッギャッギャッ 今でももうだるい時間めっちゃかかってるよ結局係の人にスノボをつけてもらいいよいよ滑り出すと思ったらこれいや無理や一回立たれへん立たれへんな立たれへんね立たれへんわこれを生み出したあ、なるほどね。あ、こうめっちゃええやん。奥も好きやったよ。こういう状態だったんか。こうやって、こう寝返りやん。ほら。あ、前にってことこれ俺うなぎありがとうと思って。置いたいっす。置いたい。置いたい。これやりたい。あ、かっこいい、かっこいい。かっこいいな。そう、これ。もうこっからどう転んでもかっこよくならんやろ。あ、いった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 。全然ええ方法やんか。あ、もういたい。あの、後半の裏返る発想のとこだけでいいよなそうやなあの裏返るのはちょっと、うん、これは別に未公開でええよ、うん、便利やったと思うけど全然これ何の文句もないな、うん、確かにスノーボードつける場面がカットになった理由、うん、いざ滑り出したら結構滑れたのに、うん、スノボ装着や立ち上がるのにあんなに手間取るとは変なのであなるほどなるほど結構滑れたのに、ね、なんであれ装着あんだけ手こずるんやったらグダグダもっと滑りも滑れてないやったらいいけどまあまあいけてまうっていうのでじゃあ意味わからんなってそりゃそうやなあそこはそりゃ勝ったやろってこっちもウィンウィンやってそれ全然別にさあヤジさん北さん数州の旅からは自由すぎた未公開もう全然回とか数州の旅から、うん、あのこの格好でないやめっちゃ印象残ってるけどいやだいぶ取れたことあったんじゃないあ団子屋やいや全然良かったけどこれスニーカーのとこ使ってくれてるしな歯のやつな歯がなんかイカスミみたいになる感じのあ、ノリかじゃスニーカーのところの話ねあスニーカー聞いてる話あれ面白かったよ俺何やったら買うて帰ったやつがあるもん美味しすぎて自分でも買うて帰ったやからもうなんだその物をなんか隠して未公開引っ張ってる感じいやいいよ別にじゃあ見てみようか、うん、見てみましょうかあじゃあちょっと、はい、VTR じゃあ VTR いきます VTR 赤飯あ言うた別にこれは別に長くてもいやこれはちょっと欲しいな美味しかったなこれめっちゃうまかったはいでもこれごま塩ってこれ絶対うまいわな、ね、ちょっと後で食べるわ今食ったらこの間に今言ってるし今食ったら別にそれはもう自由にちょっとはいお金払いますんで赤飯へのほんまにいやそう俺もこれはうまいと思うわ団子よりやっぱさっき食ったのこの塩やねん結局いや俺赤飯普通やけど、まあ、これはうまそうお前早く食ってくれよもう団子来たら終わりやから、まあ、俺はちゃんと団子のこと当たり前やほらったらもう別に俺が食い終わってからゆっくり食いたい団子来るまでの繋ぎやそんなゆっくり食いたいのに俺ゆっくりは自分残った分をゆっくり食いたい味わってうわこのあのねちょっとね
ごま塩少ないやつあんねん。これぐらい欲しいよな。これぐらい欲しい。もうたっぷりや。ほら、盛り上がってるやん。俺も食い出なってきたけど。まだなんか、だって最後トロロ屋さん行くねんからな。テンション上がって。我慢できへん。もう我慢できへん。うわぁ、こんなもう。ケログか、もう我慢できないの。面白いやん。面白いかな。コメプレやな。まあいやな、この温度も別冷たくてもほら、見てみやん。美味しそう。これ300円で安いんじゃん。うん、めちゃくちゃ栄養かけるね。これ確かにめっちゃ美味しかった。食感もうまい。腹減ってるから。もち米。食欲にお前溺れてると。食レポっていうよりさ。考えろって。腹減ってるもん。日本食うねんと。腹減ってる。めちゃめちゃちょうどええ。だから。ちょうどええなんかお前の加減やねんか分からへんねん。主観で喋んだお前。小豆も全部正当なツッコミしてるなんか完璧な正当邪魔にやらんかんちゃうからお前ちょうどいいってめっちゃ言うねんうなぎと一緒やなめちゃめちゃいいだからうなぎやそれうなぎめちゃめちゃいいうなぎの芸風と一緒や主張しすぎず邪魔にならへん、うん、なんで嫌じゃない経理言われてうわーすいませんじゃこちらめっちゃ美味しそう終了ですいいっすねもうさらにお団子を食べた後もうまかったな確かにまた食べたいなすごいあのポテッとしてないんで、うん、軽いこれはねガバガバいけちゃういけるなだって冷静に考えていちご大福4つ食べれてるって上回ってもらってないそうですね贅沢ですこれ量的にも結構あるんかなこれで220円はいそうです安いっすよこれ全部食べきってないんだ食べきってないお席うまっやっぱ俺でも赤飯かもしれない俺もうすごいわ赤飯がめっちゃ好きやからめちゃめちゃ進む俺美味しいからええと思うねんなそのお店でおっしゃなくてもバラエティ豊かな団子を食べに行ってるのに赤飯を食べまくり団子よりもうまいという趣旨のコメントをしていたからそうやだから団子よりうまいとか、まあ、やっぱ僕これが好きかもですはちゃうねんなあそうやなまあまあなで橋本さんが団子のコメントをまだ喋っているのに、うん赤飯を食べ始めたので編集が大変です。これすみません。これは編集泣かせよ。いやだから俺はまずそもそもオンエアにないと思えへんかったから赤飯こんだけ美味しそうに食べるやつ使ってくれてると思って俺やってるからさそれは知らんからって話や俺はそれやったらさ全力で止めてほしいよな赤飯ダメです。そうやね。赤飯ダメです。赤飯ダメですってこれはもうお互いの日やと思うなお互いです全力で止めてほしいよなそうそうです割って入っててもいいですなんかあれじゃあ言わんといてほしいよな一応これとこれナビゲーターさん言ってますけどあの何か気になるやつあったらってあれ言うからや何でもどうぞみたいな感じ言うからいろいろありましたねでもあもう全部未公開の数は減ってきてるんじゃないですかもうだってそんなもう全部早っ、うんまあ、これはあ今回で3年間続いた旅はナビ任せは、うん終了ですで終わり皆さんだけえ、なんでなんで俺だけ3年間で僕たちをナビゲートしてくださった方は128人プラス2キャラクターの総勢130の方々皆さんありがとうございます本当ナビゲートしていただいた皆さんいやそうですね本当にご協力していただいた皆さん本当に楽しかったですはい本当に来週からは新企画で僕たち銀シャリを静岡の皆さんに見ていただきますあ、僕ら継続なるほどだコーナーが変わんねやそういうことなんですね新企画企画がはいだそういうのをいろいろとあの全て、静岡第一さんに、お任せします何を言ってるんですか何を言ってるんですかお前意味わからんので新企画命運を全てなんだよう使ってくれてますねずっとな、なんですかこの変なこと言いますね今うわ、お前面白くない。面白くない。うわ。